ソーリエルは、スペインバレアレス諸島州にあるムニシピ。ソーイエルとも、マヨルカ島の北西岸に近く、ソーリエル港から3キロメートル内陸に入った、ボール状の盆地に、市街地がある。ホルナルッチ村、ビニアライシ集落、ビニバシ集落、ポルトでソーリエル村などを内包している。2012年の人口は14,150人だった。 ポルトでソーリエルとソーリエルを結んでいるソーリエル路面電車で有名である。2011年にトラムンタナ山脈の文化的景観としてユネスコの世界遺産に登録されたトラムンタナ山脈に囲まれている。今日のソーリエルの経済は主に観光業や外国籍居住者の支出に基盤が置かれており、柑橘類やオリーブ畑などの農業が経済を補完している。 1980年以降、毎年7月に国際民族学フェスティバルを開催している。港湾の名称でもあり、ソーリエルに含まれる村の名称でもある、ポルトデソーリエルは約3000人の人口を持つ観光地となっている。ポルトデソーリエルは、商店、レストラン、バルなどが立ち並ぶリゾート地だが、同じマヨルカ島内の主要な観光地である。 カルビアのマガルフ海岸などと比べれば静かである。港湾を囲む道路沿いには、ホテルウェデン、ホテルエスプレンディド、アイミアホテルのように、何棟かの大規模な滞在型ホテルがある。街の中心にある、コンスティトシオ広場はカフェに囲まれており、プラタナスが植えられ、中央部には、噴水が設置されている。ソーリエル路面電車は広場を通っており、ソーリエル駅は、パブロピカソや、 ジョアン・ミロの博物館を組み込んで復元された。サン・バルトメウ教会は広場の東側に面しており、隣接してソーリエル市庁舎やソーリエル銀行、アントニガウギの弟子であるカタルーニャ人建築家のジョアン・レビオによる1912年のモダニズム建築などがある。銀行組織は1889年。 た地域で火星でソーリエルに戻ってきた人々の資金で設立された。教会のオリジナルの建物は1236年まで遡ることができる。現在の建物の主要な内部構造は1688年から1733年にバロック様式で建設された。カンパナールはネオゴシック様式のデザインとうまく調和している。ファサードはやはりジョアン・ルビオによって 1904年に建設された。古い街路配置はイスラーム教徒による支配時代に起源を持ち、16世紀から18世紀の歴史的邸宅が並んでいる。町には屋根付きの市場があり、多くの橋を持つ流れの速い河川で二分されている。17世紀初頭に建てられた邸宅によってもソーリエルは有名であり、特にグランビアの邸宅群は、 フランスの19世紀末におけるアール・ヌーボー様式を反映している。町の郊外には植物園があり、バレアレス諸島や地中海諸島の植物が植えられている。ガーデンハウスにあるモダニズム邸宅はバレアレス諸島自然科学博物館として使用されている。ソーリエル鉄道がソーリエル市街地とバレアレス諸島州の州とパルマデマヨルカを結んでおり、 ソーリエル路面電車がソーリエル市街地とポルトでソーリエルを結んでいる。1911年、オレンジとレモンをパルマに運搬するためにトラムンタナ山脈を横断する都市間鉄道のソーリエル鉄道が建設された。1913年、期間 914mm で延長距離 4.9km のソーリエル路面電車が開通した。ソーリエル路面電車は バルセロナのブラウ路面電車と共に、スペインで路面電車冷明期から運行を続けている二路線のうちの一つである。パルマまでの交通手段には道路もあり、ママイナス11号線がポルトでソーリエルソーリエル市街地イコールパルマを結んでいる。1899年に設立されたシルクロソーリエレンセというスポーツ、社交クラブが存在する。このクラブには陸上競技、 チェス、女子サッカー、フットサル、登山、ハイキングの部門が存在する。また、1954年に設立された CF、ソーリエルというサッカークラブが存在する。CF ソーリエルは、バレアレス初島州リーグや、テルセラディビションなどに所属している。ありがとうございます。